藤信郎賞は君たちはどう生きるかです。おめでとうございます。大きな拍手をお送りください。本日は君たちはどう生きるかを代表してスタジオジブリ代表取締役プロデューサー鈴木敏夫様にお越しいただきました。さあそれでは鈴木さん、どうぞ喜びの声を。はい、この大藤信郎賞っていうのは本当に長い歴史伝統がある賞で、まあ、あのジブリにもう宮崎以外にもう一人高畑勲という監督が勝っておりまして、まあ、亡くなっちゃったんですけれど、これ欲しがってたんですよ。そうでしたか。これ残念ながらね、風立ちぬの時に取れなくてね、悔しいっていうことをね言ってたのをよく思い出します。なるほど、まあ、ともあれそんな思い出もあるんですけれど、まあ、僕個人的にはこのね、この君たちはどう生きるかが本当そういう賞に選ばれて本当に嬉しく思っております。何しろスポーツ日本っていうのは僕は若い時に受けたことがあって、落っこちたんですよ、ね。見る目がなかったですね。いやいやいや、そんなことないです。どうもありがとうございました。おめでとうございました。おめでとうございます。なんと宮崎監督の作品がこの賞を受賞するのは7回目この賞を取っていらっしゃるということですね。以上、大藤信郎賞の表彰でした。ということで、はい、特別賞スタジオジブリ代表取締役プロデューサー鈴木敏夫様です。おめでとうございます。アニメーション部門に続いての受賞となります。どうぞ皆さん大きな拍手をお送りください。さあ連続スピーチですね。やりにくいんですけれどスタジオジブリという会社はかつて徳間書店の社長だった徳間航海っていう社長が、作ってくれたんですよ。でその人がですね、実は出版だけじゃなくて映画にも非常にいろんな、映画を作った人 でその一方でこの特別賞を彼はもらったんですね。これで確か2000年だったと思います。でその前ですかね、亡くなっちゃうんであんまり縁起がよくそのこと言うとまずいですけれど、まあ徳間社長がもらった賞を僕ももらうことができて嬉しいです。ありがとうございます。いや本当におめでとうございます。おめでとうございます。今一度盛大な拍手をお送りください。いや遮断ですね、スピーチがお見事でございます。